さあ、ラビリンスライフ、今日はね、ストーリーをやっと進めていこう。悪夢の調査18回なんだ。どなたが挑戦しますか？今回はもうあれかな、日向で行こうかな、普通に。頑張っちゃうよ。物語久々だからどんな感じなのかわかんねえわ。あ、開幕何もない。いつもなんか茶番とかあるのに。18回、ミオちゃん。ミオちゃんって言うと、キテレツ大百科みたいな。これでバナナクシュの本。いやどす。てかあれだな、なんかちょっと火山地帯みたいな感じの見た目だな。まあ18回もあるから適当なノリでいいかな。序盤は B1 から B2 へ。割とでも結構あるな、18フロア。やっぱりストーリーの方もちょっと難しくなってきてはいるのかな、おそらく。そう思いたいが、今自分がさ、これどこまで、なんつうの、このゲームどんぐらい、なんつうの、そのボリュームあるのかっていうの俺分かってないからさ、物語が今中盤まで来てんのかどうなのかも全く分かってないんだよね俺。 B3 ものすごいペースで進んでいます。普通じゃありえない、ローグライク的な速度ではない。よし、じゃあ降りようかな。あの、ひなたもね、結構万能なキャラだから、強いんだよね。個人的には強いなと思ってる。銀城に持たせるか。あ、シビルのやつ、これ、ロッカーに置いてくればよかったな。さあ、銀城にアイテム何も持たせてないんだ、俺。びっくりした。いきなり壁すり抜けてくるやつ嫌なんだよな、これ。敵は、あ、ん、あれ、敵敵っぽくない、見た目なんか火の精霊みたいな、イフリート的な。来た、心の準備だ。 C から D へ、パーフェクトセールへ向けて。 B5、まだ3分の1ですわ。うん、周囲にバナナの気配か。やめて、怖いこと言うの。どうしようかな、これ。空腹のバナナか、よかった。遅いですわ。うわ、なんか変なちょっと位置になっちゃったな俺。戦いにくい位置になっちゃった。まあ倒、あ、向こう行ったか。あ、倒せる、やば、妖怪ザーがいる。妖怪ザーと出会いたくないんだよな。まだまだ行くよ。こういう長いなんか通路で出会うと本当に鬱陶しいからさ、妖怪ザー。何何、移動ができなくなった。マジか。まあいいでしょう、全然問題ない。うわー、敵が、何これ、大集合、びっくり人間大集合。まあそんなに、いきなりバザスかんのそれ、もったいな。まあいいけどね、コンピューターなんかまともに。あ、そっかそっかそっか、待って、逃げろ逃げろバカ。認めませんわ、コンピューターよー。あ、やばい、レベル上がった。そっかそっか、そういうことか。移動してほしかったな。技使うか。いきなり局面迎えたなこれ。ブロッサムフレア一発で倒せるかな、これ。もしかしたら俺一撃で食らって死ぬ可能性もあるわ、相手に、相手の攻撃で。ほら、銀城ワープ使うわ。やっぱいきなり来たな局面。やべ、パートナーに足引っ張られるってこういうパターンもあんのか。マジか、すげえな。やべ、これ早めに出ないと、逃げないと。え、これ来るかな、こっちに。うわ、怖っ。あったー、お清め。ここでなんとか、いや、でも戦えるような相手じゃねえな、ここ。
真ん中か下だな、ゴールショップか。ここならまだ戦いやすいかな。来てくれたのさ。ただいまアイテム割引セール中。グラスブレード、マジックシェル、炎のブラ、身につければ不思議と心が勇気で満ち溢る。え、なんかすごい曖昧。あ、壊れゆく体験ちょっと欲しいかも。このご時世だもん。もうこれ買います。待って、お金あるよな。ちょっと待って、お金あるよな。どれを合成元にしましょう。あー、お金ないわ。やべ、お金がない。441か。魔導士のパンツ、ちょっと待って、売るかアイテム。これで、え、待って、これどうしよう。アイテムゲットする前に、いや、もう拾うか。やべえ、やべえ、強すぎるこいつが。レベル上がってしまったが、最後に。しかも回復アイテムもねえや。やべ、めちゃくちゃむずい。くそ、やべえ、来た、バカが来た。すごく硬い石投げて、これギリ勝てるかな。いや、もう一回ワープの杖投げるわ。ちょっと危ね。眠り薬、これだ。よし、来た、よし、来た。これ無限永久期間じゃん、これ。ここで体力食らって温泉入って、体力食らって温泉入って、よし、危ねえ、壊れた。こいつ倒すために用意されたようなアイテムだな。 E カップ、ひとまたのステータスがアップ。よし、これで降りよう。最悪、これ相方連れてこない方が よかったまであるな、これ。復帰しなくていいわ。ちょっと困る、扱いが困るわ。どうしようかな、ここもう降りてもいいかもな。 B7、 よく、やっと3分の1。これも鑑定してみっか。常時でもお金払えば鑑定できるっていうのは強いな。おお、イフリートやんけ。まあイフリートじゃねえか、ファイガーぐらいのレベルかな。うわ、純粋に40くらっちゃった俺。もう降ります。1/2、半分きた。大人のパンツどうだっけ。これちょっと斜めにつけるか。あー、お腹すいたか。マジか、なんもねえ。あ、お店にあるだろこれ。よし、きた、カレーパン。よし、拾う。なんならもう食べるわ。カレーパン食べる。お金余ってるよな。店にあったアイテムをありがとうなのさ。よし、他のアイテムいいだろう。またいつでも寄ってみるのさ。どら焼きみたいなやつがいる。ここ逃げるか。ちょっと待って、ここはダメだ。おやおや、よく来たのさ。あそこでも倒せたらレベルめっちゃ上がるなんだろうな。モンスター部屋に、よし、階段がなかった。降りよ、10回。ん、いきなりボス、マジで言ってんの。10回ですよ、開幕。なんか炎に弱そうじゃねっていう。どうせ睡眠とか効かねえんだろう、ボスに。何にもさ、効かない状態以上のさ、効果が効かないっていうのは、いや、なんか嫌なんだけど。そんなゲームある？多分このモンスターのことだね。確かに見た目はおぞましいですけれど弱い。弱いの？あんまり攻撃もしてこないしね。なんか弱いものいじめ。マジか、じゃあ炎の方もったいなかったか。あのね、そっちの心配してるわ。いいこぶってどうすんだっつうの。はい、これでとどめ。わ、逃げた。え、聖堂の奥へ行ってしまった。やばい、これ18階でもう一回出会うぞ。これ、それほど脅威には感じませんが、これフル伏線。
ですね、伏線です。放っては置けないか。よし、18回で多分もう一回再度出会うんだろうな。え、あ、やっぱりか。うげえ、マジか。ちょっとあれだな、湯の花近くでちょっとやめろって。お前そんなところで戦うんじゃない、バカ。死ぬぞ。こんなの、おい、認めませんわ。嘘、ナナちゃん。終わったー、もう。なんでだよ、逃げろよバカ AI。 これどうやって倒せばいいんだ。これ素直に戦っても絶対勝てないから、一回これで撃ってどんぐらいまず減るか。あ、変ねー、やべえやべえ。これ永遠に眠ってもらうか。くそ、ナナミが、うわ、マジ目覚めたの、マジで言ってんのこれ。早くね、やべ、もう早急に。あ、なるほどね、こいつか、幻覚状態か。まあ、それも悪くないな。右かなこれ。あ、怒り状態になってんだ、幻覚状態じゃないんだ。ワープ使えねえしな。あ、大丈夫か、怒り状態か。怒り状態って多分強くなるんでしょ、多分。パワーアップ。マジか、なんかここをまともに移動できなくね、ここ。いや、困ったなこれ。怒り状態だから強い、なるべく右の方行こう。これ下か、ゴール。あ、違う、どこだこれ、真ん中か、こっちか。ん、俺あんまこっち行きたくないんだよな俺。うわー、真ん中か。武器強化きた、悪くね。あの白紙の本でもな、何書けばいいかな。だってこいつも強いんだよな。どら焼きも強いんだよな。何書けばいいかな、白紙の本。ちゃんと名前書かないといけないでしょ。やべ、こいつどうやって倒そうかな。ボタニカルブレイズどんぐらい食らうかだな。3連打ぐらいし、3連打ぐらいしても意味ないなこれ。これはもうワープの杖使うか。あ、入れ替えでもいいか。ワープ、まずワープだ。これは。素早さの薬あるから、最悪出会ったらもう倒すわ。え？ちょっと。ん？大丈夫か？おります。ナナミ復帰しなくていいよ本当に。ナナミが本当に次元爆弾とかしてる。どうしようかなこれ。もうすぐにゴール見つかっちゃったな、何もなく。あ、錆びちゃった、マジか。錆一番嫌だわこれ。ローグライブやってて一番精神的に来るやつ、錆びること。降りてもいいかな、もうボスいけるだろう、こんぐらい育てればっていう、ものすごい淡い考え。地図の本使ってゴール。うわ、丸太の罠多すぎだろここ。あ、オメガ切りの本いい。見たことないし、ドクロは絶対強いし、鎌持ってるから。ちょっと今すごい速い動きした。
やべえ、やばい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 、こいつやばいわ、絶対やばいやつだ。ボタニカールブレイズ、やばい、こいつは強い。頼む、一撃決めてくれ、ななみ。ななみ、一撃決めろよ、最後、その森で。森でつけ。森でつけよ。よし。さすが最終回。ちょっと待って、これ一筋縄でいかないぞ。だいたい立ち悪いんだから、鎌持ってるやつなんて。スキル技がもう使えないから。左、これ敵いるな。あ、爆弾か。火器のこいつなら大丈夫だろ。レベル14になるな、これ。こいつはまあ大したことないわ。うん、全然問題ない。問題はここだ。あ、ムジュラの仮面か。ムジュラの仮面倒してレベル。よし、来た。ちょっとろくなアイテム持ってない可能性もあるんだが、最後に鑑定しようか。ボス戦で使う時用に。解毒剤か。使わねえ使わねえな。上手にできた。ポーションか。白紙の本を結局何に使うかだな、これ。何に使えばいいんだこれ。俺実はこのゲームのなんて一番強い本の名前知らないんだよな。オメガ切りかな。部屋全体攻撃する。でもレア度3だもんな。いや、ちょっとわからん。今の俺にはもうちょっと見当つかない。しょうがない。来たボス、ビオランテ。いました、お花のモンスターさんです。はい、ビオランテです。なんかあのモンスターさっきよりやる気満々じゃない。やっぱりな。なんだこの圧倒的な闇の波動は。このプレッシャーはさっきのように簡単には倒せないかもね。みんな気をつけて。まあ、さっき倒してないんだけどね。ここ問題ですね。ボタニカルブレイズ1回しか使えません。相手が何聞くかだな。まずエンジンの本周囲8マスか。届かない可能性あるな。じゃあ普通に届かない。一旦オメガ切り使ってみっか。もうやっちゃうよ。早かったかなこれ使うの。100か。体力1000ぐらいありそうだなこれ。普通に体力1000ぐらいありそう。素早さ。パワーアップ。どんな行動をまとわりつく。息を吐いた。ちょっと、え、結構食らってる。いくよ。ブロッサムフレア強いから、これでなんとかご利用しなんねえかな。え、周囲8マスに入ってないの。は、待って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 、待って、間違った。変な移動しちゃった。やばい。気分ったやつ。くそ、変なミスしちゃった。変な移動の仕方しちゃった。ちょっと待って、まず回復して。相手に何も攻撃与えられてないよ今。無駄打ちしてるよ。周囲8マスの右、こっちかさ、相手のこのグラフィックが見づらい。自分との距離が全然減らねえやんけ。ロイヤルミラーはいいよ。いいことしてくれたね今。魔法反射装置。デビルゾア。これ魔法じゃないのかこれ。いけませんよ。あ、一応魔法なのか。これな、普通にエンジン使うか。やっちゃうよ。おお、炎に弱いんだろうな、やっぱ火だから。あ、普通に切った方が強えわ。切った方が普通にさ、体力減らせるやんけ。ロイヤルミラー強いな、すんごい。待って、アップルヒーリングだなこれ。回復。慌てない。敵を前にしてアップルパイ食べます。毒になったりとかはしないんだろうな。あ、体力吸収してんのか。なるほど、そういうことか。ってことは相殺してやってんだ。ちょっと待て、ちょっと厳しくなってきましたね。これはやばいよ。これどうなるの。ナナちゃん、あー、常時体力回復してんのか。
これ強いな。体力まず回復して、これ勝てない可能性普通にあるわ。ちょっと待って、これ普通に勝てない可能性ある。なんかできねえかな、なんかできないかな。金縛りって移動できなくなるんでしょ多分。エンジンの本当てた時めっちゃ体力減ったよな。白紙の本、エンジンの本にするか。エンジンの本にして体力もうないでしょ。これもう勝負するしかないな。白紙の本、エンジンの本にしてこれで読む。どうだ、終わった。え、まだ体力残ってんの。は、え、うわあ、危ねえ、危ねえ。ギリギリの攻防やんけ。